ロベルト・スコフはデンマーク・デンマーク首都地域コペンハーゲン出身のプロサッカー選手。ドイツ分でスリーガの TSG1899、ホッフェンハイムに所属している。ポジションは FW。他にロベルト・スコブやローバトスコーなどの表記もある。2012から13シーズンにシルケボーイフのトップチームに登録され、2013年5月10日の FC ミッティラン戦でプロデビュー。翌2014年10月19日の同じく FC ミッティラン戦でプロ初ゴールを記録。以降先発に転向し、重大ながらチームの中心選手として活躍。2018年1月 FC コペンハーゲンに移籍。途中加入した2017から18シーズンは18試合1得点に終わったが、翌2018から19シーズンは、 国内リーグで34試合29得点と大爆発。同シーズンのヨーロッパゴールデン州の候補にも挙げられた。さらに2019年夏はトッテナムホットスパー FC などがスコフの獲得を目指していると言われていた。2019年7月27日、TSG1899 ホッフェンハイムと5年契約を締結した。2016年のリオデジャネイロオリンピックに デンマーク代表として出場。2018FIFA ワールドカップの代表候補にも上がっていたものの最終選考で落選。2019年6月10日の UEFA ユーロ2 0 2 4戦のジョージア戦でフル代表デビューを果たした。ありがとうございます。